今週もアスパロボ参戦予想、バンナム参加入り。スパロボ開発すると明言したので、もし新しい今週もアスパロボが来たら何が来るのかを真面目に予想してください。なお、開発はスマホだろって話はなしにしていただき、あくまで今週もスイッチ、スティーム、PS で参戦するならの前提でお願いします。新規既存は問いません。今から参加入りして開発がスタートしているなら、種自由は入る。グリルにも入るよな。前回じゃあも来たし、予想外枠にドンブラジャーもありなんじゃないかなって思う。ロボタローギアもあるし、戦隊全員がロボットになれるから、戦闘できるし。ゲッターアークやゲッターダークネスみたい。ダークネスって話途中で止まっていなかったかと思ったけど、期待だけの DLC ならありえるか。今勢いのあるゾイドから来てほしい。無難なのは参戦済みの無印かジェネシスか。ゾイドゼロってまだ未参加だっけ？スラッシュ、ワイルドともに未参戦。スラッシュは参戦するなら無印と一緒にだろうなと思う。ゾイドいいなら無印ワイルド出してほしいな。若年層アピールの枠としてもいいんでない？水星の魔女とウルフェンズ入れて地球、火星、水星の悪環境スペシャルやろうぜ。黒ボン鋼鉄の7人も入れて、木星も地獄にしよう。火星の移動なら機動戦艦なでしことかとクロスが移動でマッチングしやすいかな。アウトロー組と交えれるガンダム X も入れたいな。鉄血入れるなら種運命とエイジも同時に入れたい。種運命は種自由に内包されるんじゃないかな。エイジはすでにスパロボ BX に参戦済みだから見送りかも。完結した新エヴァはコンシューマー未参戦だっけ？ DD はバリバリ活躍してるけど。ロボアニメではない枠もあんのかな。変身するやつとか戦艦とか。変身枠なら特撮ヒーローもそろそろありそうな。デビルマンまで出しているし。戦艦はなんだろ、知識がないから銀河英雄伝、山本陽子、無責任艦長タイラーぐらいしか思い浮かばない。ゲーム版ならギャラクシーエンジェルもあるけど、どれもパッとしないな。やっぱり戦艦ヤマトとキャプテンハーロックが強すぎて。フート探偵とかいうおあつらえ向けな作品が、とりあえず雪山の話やったからエクストリームも出せるんよね。戦艦だと猛烈パイレーツもありかなと思うんだよ。こいつらの宇宙ってワームホールがたまに開いてタイムスリップするぐらい不安定な宇宙だし。リバイアス来たらロボと戦艦どっち枠だろうか。少なくとも、ロボットアニメじゃないとダメだってわけじゃなくなったから、なんでもありだよな。重要なキャラにロボねえな。よっしゃ作るわ飲む方。ナイツマジックも一緒に来てくれるなら、モブセカと一緒に来てほしい。モブセカは参戦するならちょうどキリのいい日光国との決着終わってからかな。シンカリオンは来るかな。30にはいたけど DLC だったし。シンカリオンはその、実際の新幹線というより JR の許可を取らなければならないのが壁となってて。G ガンダム動きがあるし、デビルガンダムがクロスオーバーに便利すぎるので参戦しそう。ビルドダイバーズも来てほしいけど、後期組はともかく陸君に命がけの戦いをしてほしくない気持ちが2つある。30みたいに過去作の主人公が参戦とかしてくるのかな？ケロロ参戦とビルド系の機体参戦してくれれば、ケロロがガンプラを参考に改造や回収するという形でビルド系がシナリオに絡みそうとは思っていた。今更ケロロ参戦言われても、個人的には許容範囲かな。ただ、ガンダム作品の絡みがめんどくさいんだよね。それこそビルドシリーズぐらいじゃないと。バーサスナイトラムネ&フォーティファイアーがスマホだけだから、本編に、いや、ラムネとワタルが一緒の作品に出るって100点満点のクロスオーバーしたからさすがに望みすぎか。とりあえず鉄血を普通にシナリオ参戦させてほしい。DLC だと救済されねえんだ。ゲッターアークって火星をテラフォーミングしたんだっけ？アークと組んだら、救済されるか？火星にヤベーシンゲッターが飛んでいったんじゃなかったっけ？救済どころじゃない気がするぜ。ガンダムです。もちろん、味方陣営ですよね。なんでガンダムにザクみたいなパイプっぽいパーツが目立つようにあるんだ。サンダーボルトだったら敵枠じゃないか。SD ガンダム来るなら、勇気ドラグーンや飛行神みたいな合体もあるロボ系なら絡めやすそう。SD ガンダムフォースを俺は待っているぞ。ジャラルホルンをただの一勢力にして、ロンドベルあたりに保護させて、まともな政府の庇護下に置ければ普通にハッピーエンドが見れる気がする。真面目な話、2021年以降に話題になったロボット作品は何がある？グリッドマンユニバースまでをロボット作品として。水星、新エヴァ、種自由、勇気爆発、バーチャロン、水星、アーマードコア6あたりでスーパー企業対戦やらねえかな。アーマードコア6は主人公の人権問題をどうにかするか、顔のないからどう他作品と絡ませるか。
他作キャラからは喋らない AI 積んだ無人機みたいに思われそう。ゴスやヤちゃんに頑張ってもらうか。そもそもスパロボ参戦メンバーが納得するルートがアーマードコア6にあるのだろうか。なんと公式の監修さえあればキラとシンが協力してデストロイを倒してステラ救出くらいできちまうんだ。ガオガイガーとゴーザウラー同時参戦させて機械荷重をゾンダーのつもりで処理しようとして失敗し、そこにゴーザウラーって初接触という出会いあってほしい。話題かはともかく境界戦機はそのうち来る気がする。メガトンムサシは知らん。水星と種自由は欲しいな。特に種自由はいろいろと便利な作品だし。コンパスの組織って便利だよな。国連みたいなのに途中から海賊部隊に変わるし。ボドムがネオジャパン系らしいから G ガンダムとターン A も同時に来て絡んでほしい。無理だと思うけど携帯操作感セブン出してほしい。ナイツマモブ世界セスマークとク両種の同時参戦よろ。特撮とかケロロは DD とかのソシャゲでやってくれ。コンシューマにはいらん。実体化させる砂が便利だからビルドシリーズ出すならリライズ出るだろうな。リライズとゾイドは相性良さそうなんだよな。別惑星の話だし。アイアンリーガーも出したからな。いらんというかソシャゲの単発シナリオとかコラボでありえない絡みをする分にはいいけど、一本のゲームシナリオでやられてもしらけるだけだしな。それこそ DLC かな。現実世界でアニメやゲームとして原作を知ってる前提のナイツマ主人公で参戦してほしいわ。今からなら種自由、逆に全然今からじゃないならその辺を見越して原作終了後種運命は入れてそう。バンナムって V ガン周り強化する言ってるし、そっち来そう。今更だけどスパロボってシナリオ担当への負担重すぎるよな。シナリオ考えるにあたって前作品視聴し直すだけで数ヶ月単位でかかりそう。だからこそ、スパロボじゃないと摂取できない栄養があるわけで。水星や種自由はもちろんだけど鉄血が DLC だけで済まされるのも残念だから参戦してほしい。地球に攻めてきた連中をどうにかする地球編、火星水星木星を助けながら敵の本拠地に殴り込みに行く銀河編とかになるんかな。いろいろ足すなら地上編と宇宙編で分岐しそう。昨今の事情のせいで逆シャアはお休みか。ロンドベルの代わりもあるから無理に出さなくてもいいかなとは思う。というか出したいガンダム作品多すぎるし。宇宙世紀なしにすればいける。たまにあるし。水星、火星を絡めるなら G レコも入れて金星も絡めようぜ。勇者シリーズからまだコンシューマー出てないの出してほしい。具体的にはエクスカイザーとファイバード。大穴でネクストリーム。宇宙世紀ガンダム全員お休みした作品も過去にあったし、たまにはいいんじゃないか。さすがに今後ずっと出ないの確定というわけでもなかろう。コンパスというおあつらえ向きの組織も出てきたことだし、逆シャアとガイアギア同時に来てシャア二人で会ってほしい。なんとなくイサミはツッコミ役になるだろうな。渡るグランゾーとラムネユーナイトのスーパー異世界ファンタジー系 SD ロボット対戦が見てー。またザンパを混ぜて新規ファンをパニックにさせてくれ。へえ、ラムネスにこんなのいたんだ。ユーナイトのキャラかな。ソシャゲに出たバトスピがコンシューマーに参戦って誰得だろう。だけど個人的には来てほしい。ランカガレットかレイカ突破の誰かになるとかはわからないけど、桜大戦を本格参戦させて、大神さんの武装欄に合体攻撃13個並んでるの眺めたい。電池少女好きだったから参戦してほしい。絶対無理だろうけどできればもともと予定してた方のシナリオで。そいつが来るならプラネットイズも来てほしい。ピアス来そうだし、ついでにバックアローも来るか。有名どころもいいけど、聞いたこともないマイナー作品が参加する等をってなるよね。今だと水星の魔女とか種自由あたりはそのうち絶対に出るだろうから、参戦発表されても特に驚かないだろうからな。一つぐらいは意外性のある作品は欲しいよね。SD ガンダムワールドヒーローズとか出てくれないかな。というより、悟空インパルスとシントルナマリアの会話が見てみたい。スラゼロは大いに参戦はしたけど、ガンスナイパーのみで主役不在。現在はバンダイから超合金ライガーゼロが出てるから可能性が。2作は我慢した。アーマードコア6とかいうこれまでのアーマードコアと比較して出しやすそうで、歴代屈指の文明レベルの高さというこれまでのシリーズとは違った方向の要素が壁になるやつ。宇宙戦艦ヤマトから波動砲を抜いたようなド級サイズの構成艦航行可能な艦が、50年以上前の遺産として埋まってやがる。登場人物たちの乗る AC そのものはそこまでめちゃくちゃに強い兵器でもないので、バランスは取れてると思うんだ。マクロスデルタ参戦して YF-29 に乗ってるマックス使いたい。マクロスデルタもコンシューマーまだだっけ。プロメアが参戦してくれると嬉しいけどバーニッシュとかの扱いが難しそうだな。Q
逆に絶対来ねえってアニメある？バスカッシュ？ブレイバーンより先に彗星かな。別に同時でもええんやで、お姉ちゃんガンダムとアレナバーンの絡みみたいやん。ゲッターはもうチェンゲでなければ何でもいいまである。いや好きな作品ではあるんだけど、さすがにチェンゲ以外をないがしろにしすぎ。せっかくの新作だしアーク使ってほしい。戦艦枠のロストユニバース、ロストシップの設定とかスパロボで使えそうなんだよな。鉄血って結末変えられるのかな？いや理論上は簡単にできるんだろうけど、制作サイドから何か言われないかな。グレンラガンの神ナトキタンみたく。グレンラガンを参戦させる場合は神ナトキタンだけは原作通り死なせてくださいって釘刺されてるんだっけ？判権持っているのはバンダイなので、センチネルでなければ好き勝手にやれるんだろう。BX でガンダムエイジがだいぶ好き勝手やっていたし、なのでいけるやろで出したら怒られた。コードギアスだってルルーシュ生存させたんだから別に問題ないだろ。ルルーシュ復活出る前から生存説はあったから。実際ダイガードみたいに話を通さないとわからんからな。原作無視な設定ならいけると思うがね。鉄血、インベーダーと戦う自軍部隊と別戦線で戦うアリアンロッドとかで。逆に設定を守るために日本を2つに増やした時は衝撃だったな。そういう意味ではブブブとかスパロボマジックでどうにかなりそうと思いつつ、ゾーンオブザエンダーズ参戦してほしいけど、まあ権利元が権利元だから無理だよな。グレンラガン行けたし、帰還しなくてもよくね。グリッドマンユニバースより先にダイナゼノンの単独参戦が欲しいな。ダイナゼノン探索はどうなんやろね。それこそユニバースとセットで参戦させて、最終決戦でマッドオリジンと一緒にガグラが敵として出てくるとかやってほしい。ニルファで出すつもりだったらしいし、データもあったからな。センチネル、いけるんじゃね？センチネルって判権クリアしていたんだっけ？エクバで黒塗りだったような気がするんだけど。全くクリアできていないはず。なんかの本でセンチネル作品は掲載されていませんとか最近やっていたはず。そろそろガンダム以前のレトロロボも出してほしい。ギンガイザーとかアルベガスとか。